消しは宗主用植物に属するとが、消し、ひなげし、花びし草などを含む、一年草または多年草で、一部は小型の低木。葉はうじょうに切れ込み状の虚子のある単葉で、服用になることもあり、茎から直につくものと、傭兵を持つ種がある。普通は五性であり、稀に耐性、輪性で、根質用を出す種も存在する。花は、両性で、 放射創傷、十字創傷または左右創傷になり、単性するか奏状過剰、または中産過剰につく。額は2個、稀に3個。花弁は普通4枚、またさらに多数のもの、あるいは全くないものもある。お寿司部は2個、4個または多数ある。脂肪は上位で、普通一室であるが、多数の室に分かれるものもある。排種は多数うううあり、 脂肪の内側に突出する側壁状につけるが、底部に胚種が一つあることもある。果実は、果、または、痩せ果となり、大型に育つ種類でも、種子は、非常に小さく、いわゆる消し粒である。北半球の団体から亜ん帯に多く、約40属800種ある。医薬品で強力な鎮痛剤の麻薬原料の消しを、はじめとして、各種アルカロイドを含み、 有毒の種も多い。日本には、おさばグサ、タケニグサケナシチャンパギク含む、草の王、山吹草、キソウ、リシリヒナゲシなどが自生し、長ガミヒナゲシ、アツゲシなどが帰化している。禁煙な軍として、ケマンソウがあり、これをケマンソウ赤として含める場合もある。クロンキスト体系ではこの抗議けしカをけしめとしている。現在のアグップ部では、けしカに含めている。 花の形態が金峰下下に類似するものと風潮層下や油中に類似するものがあるため、ケシカはこれら二つの群を進化的に結ぶものと考えられてきた。しかし近年の分子系統学的研究から油なめとは直接は関係ないことが明らかになり APG 植物分類体系ではケシカを金峰下目に入れている。花菱層の一種。 エシュスコールズはクリプトスパーマヒマラヤの青いケシメキナプシスビトナスイフォーリア。ありがとうございます。